平野のしとサとタッグも、とべ新展開に金プリファンの期待が高まる。7月7日午後7時、東米町 DNA-02 の生配信が予定されている滝沢秀明氏の新会社、とべ。元 V6 三宅県の所属がすでに発表され、地なる注目は元キングピンス以下、金プリ、平野のしと神宮寺雄太の合流に向けられている。 金プリファンの間では、平野と人流寺の新たな展開に期待が高まっており、特にクレバとの関連が注目を集めている。この記事では、トベの最新情報とクレバとの関係に焦点を当て、ファンの期待を探ります。トベの新展開と期待の的。 戸辺の新展開に関する最新の情報によれば、7月7日の生配信で元金プリメンバーである平野耀と神宮寺勇太の合流が発表される可能性が浮上している。これは、7月2日の生配信の際、予告画像に2足の椅子が映っており、これが平野と神宮寺の再合流を示唆しているとの報道が出ている。 金プリファンは、脱退からわずか1ヶ月余りでの再始動に驚き、期待を寄せている。平野と神宮寺は、5月22日にジャニーズ事務所と金プリを脱退し、その後、都部への合流が報じられていた。週刊女性グライムが、 トベへの遺跡がほぼ確実視されていると報じ、一部週刊誌では滝沢秀明氏プロデュースのもとで平野が新曲の制作を進めているとの情報も浮上している。トベの新展開に金プリメンバーが関与する可能性が高まる中、7月7日の生配信が非常に注目されている。 ファンは新たなプロジェクトや活動の詳細を知るために、滝沢秀明氏の発表を心待ちにしている。クレバとの関連性、一番の思い出深い楽曲。キンプリとクレバとの関連性は、一番、一番という楽曲を通じて浮かび上がってくる。 クレバは昨年6月にリリースされたキンプリのアルバムメイドインのリードトラック1番の作詞作曲を手掛けたことで知られている。1番はキンプリにとって王道のアイドル路線から一線を画する挑戦的な楽曲として大きな注目を集めた。 和のサウンドトラップ、そして BTS の振り付けを担当するダンサーリーハタシーへのハイレベルなダンスが組み合わさり、新しいキンプリの象徴的な代表曲となった。昨年の第73回 NHK 紅白歌合戦でもキンプリは一番お披露し、その思い入れの深さが伺える。クレバのトベとの関係、期待と一末の不乱。キンプリファンは、 トベと三宅県のオフィシャルアカウントをフォローしているクレバに注目し、今後の展開に期待を寄せていた。特に、平野市洋と神宮寺ゆ太との再タックが噂される中で、クレバの関与は大きな注目を集めていた。しかし、7月6日時点で金プリファンがクレバのフォローを確認すると、驚きと興奮が広がった。 クレバはトベと三宅県のオフィシャルアカウントのフォローを外してしまったのだ。この行動に対してファンたちは一末の不安を感じており、トベとの新たなプロジェクトや共演に関する期待と疑念が入り混じっている。日の展開に期待と興奮が交錯する。トベの新展開と元キンプリメンバーの参加に関する期待が高まる中、 クレバとの関係性の動向が一層興味深いものとなっている。ファンたちは7月7日の生配信を待ち望みつつ、平野塩と神宮寺ゆうたがどのようなプロジェクトに携わるのか、そしてクレバが再び関与する可能性があるのかに注目している。一方で、クレバのフォロー解除がどのような意味を持つのかは不透明なままであり、 これが未知の展開に対する一末の不安を引き起こしている。しかし、ファンたちは新たな可能性に期待し、トベの未来がどのような方向に進むのか、楽しみにしている。7月7日の生配信が解禁されるまで、ファンたちはワクワクとした気持ちでトベの新たな一歩を待ち続けることだろう。